どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、コミショーコミさん使ってね、多次元やっていこうと思います。はい、一応ね、コミさんって星5キャラなんですけど、進化後かなり強くて、光コンボ強化5つで火力上げれる上に、無効感2つに10強持ってくれてます。はい。なので、火力自体だいぶ出るキャラなんですよね。そう。10強、無効感、光コンボ強化5つっていう。で、何より強いのがスキルで、1ターン回復と指が2倍、覚醒無効全回復。これめっちゃ強いんですよ。多次元とかでいうところのね、6階層のホルスと、あとは、ラーですね。どちらも対策できたりとか、3階層の、ごめんなさい、序盤の2階層ですね。2階層とかでも強かったりとか、もちろん後半までかけて強くて、そう、このデバフ解除めっちゃ強いんですよ。で、捨てがちょっとやっぱりね、攻撃力2116と低いんですが、まあ、その分回復力もあってね。で、リーダースキル、光の全パラ 2.3 倍、指5分延長、光2コンボでダメージを軽減、攻撃力8倍、2コンボ加算と。これ操作時間延長もあるおかげで、パズルも安定しますし、何より離脱チェーンもめっちゃしやすいキャラなんですよね。ということで今日はコミさんを76で使っていこうと思います。はい、編成はこんな感じです。まずはリーダーイルミナ、お邪魔耐性プラス上限解放に遅延2つ、そして10連ガチャなら継承です。はい、76リーダーとして採用してます。無効感火力高いし、回復力もイルミナで補っていきます。そしてマリエルです。スキルブーストプラスに上限解放に HP 強化プラス、そしてこちらオーディン武器継承です。はい、序盤の変質で使います。はい、で、まあ、マリエルはスキブもあってね、あと軽減持ってくれてるんで、もう必須サブですね。これがないと話になりません。そしてウルトラマンガイアです。スキルブーストプラスに上限解放。そして五条装備継承です。はい。闇エリシャの発狂攻撃とかですね。あとは、11階層の吸収無効階層とか五条武器で対策って感じ。で、このスキルに関しては属性吸収無効持ちなんで、シンプルに光エキドナ対策とかで使えます。はい。そしてコミさんですね。10強に上限解放、そしてネプチューン武器継承です。リダチェン運用していきます。はい、そして僕のチャンネルでは初使用です。シャルナークですね。76運用できるんでめちゃ強くなってます。はい、お邪魔目覚め耐性に埼玉継承です。そしてフェレンドシャルナーク遅延4体力キラーにこちら前田武器継承です。はい、でですね、シャルナーク自体はね、10強無効感で火力も出せますし、あとは光コンボ強化2個も持ってて、本当になんかマーベルの強化版っていう言い方はちょっと良くないかもだけど、正直でもそんな感じの性能になってます、総合的に見ても。で、火力もね、2ターンで打てて、1ターンチーム内の光コンボ強化の覚醒数に押して攻撃力が上昇、火と気を光に変化が2ターンスキルって感じ。で、これでエンハンスもありますし、かつ火と気を光に変えてくれるんで、火力的に欠損もありえないし、毎ターン高火力を出せます。はい。この編成で言うと、基本的に主属性は毎ターン乾燥してくれて、副属性もだいぶ軽く出るって感じになってます。何より強いのがリーダースキルでね、7コンボ以上で攻撃力20倍固定1ダメージ、光3コンボでダメージ激減2コンボ加算と。そう、コミさんの全パラとも相性いいですしね、激減持ってくれてるんで、耐久力もかなりあります。追い打ちあるのも強いってことで、今回はシャルナークループに、コミさん76リーダー合わせて使っていこうと思います。はい。まあ、多次元ってね、めちゃめちゃ難しいダンジョンではあるんですけども、コミさんの性能が結構強いおかげで普通に勝てちゃうんですよね。今日は光枝豆パーティー76リーダーで、多次元遊んでいこうと思います。ということでやっていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょうまあ今回はね、星5キャラのコミさんを使ってね、多次元やるということで、まあもちろん相方はシャルナークですね。76運用して使っていこうと思います。まずは五条武器打ってあげて、光ドロップ温存していきます。はい、盤面の光以外のドロップをできるだけ消してあげて、スキルダメしていきます。はい、これで光3個ですけど落ち込んで降ってくるでしょう。 OK で、五条武器打ってるんで、まずはダメージ無効で耐久です。はい、でからのオーディン武器打ってあげて、10連武器打ってあげて、このままリダチにしていきます。はい、そしてさらにシャルナーク2枚打ちます。で、光 3C で軽減貼っていきましょう。しょ、光の3コンボで軽減貼って殴っていきます。で、全体攻撃は入れずにね、スキルダメしていってあげてください。いや逆にすごくない？もう今のはね、逆にすごいけどね。はい、で、ここからはシャルナーク打っていきます。今の逆にすごいだろ、もう本当に。で、ここも光のね、全体入れずに殴っていきます。ただ
これは結構パズル的に難しいんで、こんな感じかな。はい、12コンボ組んで殴っていきましょう。ただまあ一回もう全体入っちゃってるんでね、火力はだいぶ出ちゃうと思います。そうですね、倒していきます。こればっかりは仕方ないですね、さっきの火力入っちゃったら。で、2階層です。ここはコミさん打ってマリエル打ちます。コミさんで回帰力、指延長、覚醒無効、全回復、これ3種対応してあげてからのマリエル打ちます。ちなみにコミさんのスキルこれ4ターンなんでね、あのシンプルにスキルとしてはかなりぶっ壊れてますね、4ターンでこれが打てるのは。あ、ということでここはスキルダメしたいので、サヨナラ打たずに光だけで殴っていきます。まず右側殴るか。 OK。 ちなみにスキルダメはね、五条武器がまず貯めたいっていうのと、イルミナも貯めたいので、そもそもスキルダメしたいキャラしかいないですね。ただもうこれはちょっと回復欠損しちゃったので、はい、このままもう突破しちゃいましょう。こんな感じかな。はい、これで無効管入れて突破していきます。全員無効管もあるしね、火力もこんな感じで出せるので相当火力としては優秀。はい、んでこのまま、そうですね、サラナーク打って倒していきましょう。いきます。で、まあ言うて次の階層で使うイルミナの分は溜まってるので、まあ、言うて大丈夫でしょう。回復3だとどんなもんなの。回復3で19355か、相当低いね。やっぱ回復4ゲシほぼ必須か。あ、でも96000か。あ、まあ、え、あ、でも今のいる、え、あ、今のマリエル、マリエルだよね、今の多分、うん、多分合ってると思う。マリエルだと思う多分。ちょ、わかんねえや。まあいいわ。はい、次。4階層です。3階層です。3階層イルミナ打ってあげて、さすがにシャルナークは打たないでいいでしょう。十字と L 字組んでいきます。いや、十字組むんだったら、これ十字誰だ？十字が、シャルナークだけだよな。だったら、まあ、打ってもいいな、これ。いや、いけるわ。いきます。ちょうど多分これね、あ、そうですね。これならいいや。打たなくても。はい、これで、十字、L 字、十字組んでいきます。で、この編成は毎ターン光の3セット組まないとね、あの、死んじゃうので、光3セットの意識だけは必ず持っていくこと。これ大事です。で、変換が火と木なんで、まあ、大抵の場合、光3セットは欠損しないかなって感じ。てか逆にさ、光と木変換で、光ドロップ9個欠損した人は、一回神社とか行って厄払いした方がいいと思います。本当に。だからまあ、大丈夫やと思います。さすがに。てか本当に、そんなことが起きたら怖いもんね。はい、これで15コンボです。これで倒していきましょう。 OK。 光4セットでこんなもんか。光大量に欲しいですね、火力出すなら。で、ここは溜まり次第五条武器打ちたいので、まあ、真ん中ターゲットとかで殴っていきましょう。はい、で、これで五条溜まるんで OK ですね。全然話変わるけど、最近花粉やばくないですか。本当に花粉が一番強いんだけど、敵として。なんかね、僕花粉症なんですけど、今年はやばいっすね。去年とか全然気にならんかったのに、なんか今年はえぐい。もろに食らってます、花粉症の効果を。で、1コンボしてから倒していきましょう。さらなく打ちます。って思ったけど、大丈夫か？一応光3セットは組めた。さあ、どうします？これでいいでしょう。4コンボ加算と、なんか枝豆入ったの？埼玉か。埼玉が一応持ってるもんね。なんか枝豆入りましたけど、これで倒していきます。はい。無効管組むと火力最強でって感じかな。だから339がいっちゃん強いかもしれん。
で、5階層から10階層で5条溜め直しなんで、ちょっとここら辺で1回スキル試していきましょう。まあ、後半になればなるほど敵強くなるんで、まあ、5条武器溜めながら行こうかなって感じです。まあ、多分、ユーコルが編集でカットしてくれると思うんで、一旦ここは、カット。さあ、ということで、これで5条もね、残り11ターンまで溜まったんで、倒していきましょう。まあ、次5条打つのが11階層なんで、11階層で初手打てるようになっておけば大丈夫です。はい。それを目安にスキル試していきます。必ずね、初手打ちできるようにスキル試してください。さあ、ということで、こんな感じで光の分割して、ここは倒していきましょう。光の3セット組むっていうことをね、意外と忘れがちにはならないけどね。意外とちゃんと意識しておかないと怖いですね。まあなかなかこの編成で光3セット忘れることないんですけど、無効感組んでる時とかね、あとパズルずれたりしたら怖いんでね、これだけ注意が必要。で、ここはコミさん打ちます。で、多分ワンパンできると思うんでワンパンしていきましょう。光5セット含む無効感これは7、6にしかできないパズル。さあ14コンボこれはいけるんじゃないか、さすがに。オッケー、倒していきます。ナイス。ただ、光5セット含む無効感でこんぐらいなんですね。火力の目安として覚えておこう。230億は倒しきれると。で、続きまして、ロゼルですね。ロゼルは、これ必ずワンパンしたいんですよ。で、ワンパンしたいんですけど、削れる HP が250億削んなきゃならないでしょ。250億でしょ。さあちょっと軽く計算したんですけど、どうあがいても軽く足んないんで、マリエル打っちゃいます。はい、一応ねマリエルのアシストが溜まった場合ね、5条のスキルダメ楽になるんですが、今回は仕方ないでしょう。さあで、ここは一旦盤面で、まあ全力コンボをしすぎないようにしながらスキルダメします。こんな感じ。全力コンボしすぎると、半分以下いっちゃって、火薬花火食らって即死するので、こんな感じで、いい感じに調整。すると、普通に耐久可能です。はい。で、あとはシャルダーク打って、もちろん突破していきましょう。なんか、光の無効感組んだ、5セットぐらい。で、基本的に確定ワンパンできるんですよ。7階層、8階層あたりは。なので、しっかりこのパズルでワンパンしていきます。まあ、ロゼルはね、当然さっきちょっと削ったんで、これで確定ワンパンですけど、8階層、次の階層に関してもね、無効感含む5セット組めば普通に突破可能です。で、8階層。五条武器貯める意識だけ、一応ね、しておきましょう。8、9、10、11ですね。だから、まあ、国別にワンパンしなきゃ大丈夫なんで、軽く殴ります。これで10コンボ組んで、まず一旦ちょっと削り、一応無効感含む光をセットでワンパン可能なんで、ワンパン狙ってもいいですが、ワンパン自体もね意外とリスク高くてね、火力足んなかったりしたら発狂食らっちゃうんで、まあ、一旦こんな感じで軽く削ってから無効感組んでおくと安心ですね。あー、どうしよう、これでいっか。無効感含む光5セットの14コンボ、もうこれ確定突破なんですけどね、まあ一応これで突破していきましょう。この編成全員無効感対応してるんで確定突破可能です。チャルナークはね、副属性まで確定で完走してくれるので、ん、それは嘘。はい、でもまあ強いんですよチャルナークは。で、ここはイルミナ打ちます。はい、でなんだこれ、待てよ、こうだな、上の光がやだ、おい、光の3セット含む10コンボ押し込むな、ナイス、オッケー。で、まずこれで一旦殴りで、この次確定で敵が光闇吸収してくるので、これは全力コンボするしかないって感じ。こればっかりはもう仕方ないからね、確定なんで。ここは
これで光の5セットで殴っていきます。OK。 でもしちなみにこれね、あの半分時初手、半分まで初手削っちゃうとダメージ吸収してきて負けです。はい。で闇吸収なんで大チャンスですね。このまま殴っていきましょう。ちなみにイルミナとかね、ウルトラマンの火力がもっと高ければね、光吸収の時はダメージ向こうへ引っかかるように平積みするとかできるんですけど、まあ、残念ながらね、イルミナとかウルトラマンの副属性が20億超えないので、初手でっていうか、光吸収の時にゴリ押しとかはできないですね。ちょっと僕の日本語多分めっちゃ下手なんで伝わらないと思うんですけど、あの光属性吸収の時に全キャラ光属性の火力が20億超えてると光吸収が無効化できるんですよ。なぜならダメージ無効があるから。そう、ただ、まあ、残念ながら副属性は超えれないのでそういうことはできませんと、まあ、あんま気にしなくていいです。はい、17コンボ組んでジャージコンボ組んで倒していきましょう。とにかく小見さんが強いと、うん、これでいいんですよ。全部これでいい、全部これにつながるんだから。はい、で10階層です。初手サラスバティ、サラスバティは小見さん打ってあげて、でちょっとワンパンしたい気持ちはあるんですけど、サラスバティ意外と HP 高いんですよね。300億あるんですよ。なので最初は半分まで持っていく感じでいきます。 L 字だけ必ず組んでおきましょう。こんな感じですかね。L 字含む光4セットでまず軽く削ってあげて、 OK、 17コンボ半分まで絶対削ってほしい。 OK、 完璧。あとはこのまま無効貫突破です。で割合からの攻撃ですが、このまま無効貫組んで倒していきましょう。次の階層どうせね、五条武器打てるんで大丈夫です。このまま倒していきます。さあこんな感じでいきましょう。無効貫含む光4セットで敵の HP 残り150億ぐらいなんで、さすがにこれでも突破可能です。さあこのまま突破していきます。まあ種属性は基本的にほぼほぼ乾燥近い火力出るんでね。はい、11階層です。さあもう早速ビシュヌ来ましたね。このビシュヌが来た場合、初手五条武器が必要なんですよ。だからさっきまであんな必死に五条武器貯めてたって感じになります。はい、必ず初手五条武器打ってあげて、あとはこのまま耐久していきます。はい、ということでここもユーコロの編集に任せます。カット。さあということでダメージ吸収無効も切れたんで突破していきましょう。光の無効貫通含んであげて分割していきます。OK、 これはもう光5セットなんで確定突破ですね。たまに無効貫の光6セットが組みたい時あるけど、どういうのかな盤面的に。とにかく無効貫含む光5セット、あ、落ち込んで6セット入ったね。あ、火力は、あ、やっぱ6セットだともうとんでもないですね、火力。はい、これで倒していきます。ただまあ言うて無効貫含む光5セットで安定してるんで、まあ大丈夫ですね。はい、で12階層こいつ柔らかいんですよ、この編成の場合ね。なんかできればコミさん温存して倒したいですね。 3.25 秒ですけど硬くないので、ただねちょっとね、いい組み方が思い浮かばないんだけど、これ平積みでいきましょうか。はい、平積みでいきます。ちょっと本当はもう1コンボ分割したかったですけど、光4セット含む12コンボです。これでもね全然ベリアルは倒しきれると思います。はい、本当に柔らかいんでね、これで倒していきましょう。わざわざ調光する必要もあんまなかったですね。はい、で13階層です。御影、ここは初手必ず十字組んでもらってスーパンしていきます。で相手特にね一発目闇属性なんで全然削りきれると思いますので、安心して十字組んでください。なので初手は平積みって感じかな。
さっきのベリアルみたいにね、指短いわけでもないので、ああ、そう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 。本当はもう1コンボ光分割したかったんですけど、指が間に合わなかったので、さあこれで14コンボ。お、ナイス落ちコン！降ってきてくれたわ。さあこれでまずは削り。全然余裕ですね、これ2パン。はい、ここはシャレなく打ちましょう。思ったより場面は良くないけど、全然倒しきれると思います。シャルナークの強いところが、盤面悪いっつっても無効感プラス光2セットは組めるんですよね。そうだから、こういう最低限の火力は絶対盤面悪くても出せるところが強いかなと思います。結局3色変換も76でしたらね、こうなるしね。てかなんかこれは落ち込んがすげえわ。なんだこれ、落ち込んで光6セット打ってきたわ。はい、これで倒していきます。続きまして14階層です。これはウルトラマンガイアの属性吸収無効があるんで、これを使うことで突破可能です。はい、まずは初手、ウルトラマンガイア打ってあげて、属性吸収無効発動。あとはもうシャルナークで殴っていきます。これあるのありがたいですね、本当に。ガイアね、道中は遅延で使ってたせいで、ルシファー階層だと打てないんですけど、ここから打ってもらって問題ないので。はい、無効感含む光4セットでガッツリ削っていきます。13コンボ。はい、で闇属性だったらもう削るのも余裕なんで、何してもらってもいいですよと。はい、ダメージ無効もしてもらっていいです。属性吸収もしてもらっていいです。さらなく打ちます。ここはもう全力で無効貫通を組みましょう。よいしょ。はい、これで無効貫含む回復4セット含む14コンボです。さあこのまま突破していきましょう。もう光目覚めがとんでもないことになってますね。不属性までしっかり全力火力で突破していきます。で続きまして15階層です。余りそうなスキルもそんなにはないし大丈夫そうですね。ちょっと十字だけ含みながら殴っていきます。でちなみにこいつまではその HP で受け切れるので安心してください。さすがにボス階層ではね、マリエル使ったりしながら立ち回る必要がありますが、よいしょ。大体こいつの通常攻撃が80万ぐらいなんですよね。なので、この HP あるので、当然耐久可能です。はい、まずは十字で殴っていきます。あ、もういくな。ナイス、完璧。おい、これいけるぞ、2パン、絶対。これ絶対2パンいける、こんなん。マリエル打ちます。いや、俺絶対いけるって、これは。え、いけないわけがないもん。さあ無効感を含む光4セットです。なんならこれ落ち込む降ってくるでしょ、どうせ。絶対倒せると思います。15コンボ落ち込むなしだけど OK。 これで2パンしていきましょう。ナイス盤面。絶対倒せると思った今。さあボス、闇ユリシャです。はい、闇ユリシャはちなみに攻撃自体は受け切れるんで、とりあえず初手マリエル打ってもいい。とりあえずロック解除必要で、で半分時5勝武器打つ必要があるんで、16ターン、ま16ターン耐久マジ。ちょっと待って、きついぞだいぶ。え、こっから16ターン耐久ですか。確かに理論上耐久できるしな、別に。いや、まあ基本的に闇はね、ゴミなんで、こいつは本当に。本当にゴミなんで、仕方ないんですけど。僕、闇ユリシャのガチアンチなんでね。多分、実況者で闇ユリシャの悪口ここまで言う人いないと思うんですけど、僕、本当に嫌いなんで、このキャラ。おもろくないんで。ただ、ちょっとこればっかりは仕方ないんで、耐久していきます。こいつ嫌いだからこそ、ボコりたいんで、こっから、16ターン、耐久していこうかなと思います。はい。シャルナークが強すぎて火力が入らないんで、無限に耐久できちゃうんですよ。できちゃうんですね。これ何が悪いかって、これ、うわー、ちょっと闇ユリシャね、これ耐久厳しいですね、とかだったらいいんですけど、もう、火力が高すぎて、1ダメージも入らないから、無限に耐久できるんですよ。そう、このおかげで、スキルダメできるんですよ。で、ちなみにね、今回めちゃくちゃ運が悪くて、光エキドナ引いたじゃないですか、さっき。ね。光エキドナ引いてからの、この闇ユリシャなんで、ちょっとこれ外れると引いてるんですけど、本来は光エキドナ引いてない場合ですね、33% 引いてない場合、属性吸収無効じゃないわ。
ウルトラマンガイアの属性吸収無効スキル使ってないので、基本的に耐久をそこまでする必要がありません。はい。なので、普通にね、五条武器打てて、耐久というか、まあ、突破可能です。はい。で、今回は 11% のルートを引いてて、そう、さっきね、光エキドナ引いたじゃないですか。で、その後にアミール社引いてるから、ちょっと今回めんどくさいよって感じになります。はい。で、まあ、ちょっとひたすら耐久していくだけなんで、さすがにこれはカットいたします。はい、ということで、16ターン後まで、カット！さあ、ということで、耐久終わりですね。はい。16ターン、普通に耐久できちゃいましたね。まあ、シャルナークが強いのももちろんですけど、コミさんの力もありますね。パーティーの火力がぶち上がってて、ダメージ無効絶対触れないんで、確実に耐久できるってメリットがありましたね。はい、ということで、ここはシャルナーク打ちましてから、五条打ちます。そして、無効貫通含む全力コンボで、まずは半分まで削っていきましょう。どう組むのが強いんですかね、無効貫って。まあ、とりあえず、普通に。こんな感じで、無効貫含む光5セット組んでいきます。はい。14コンボです。で、ダメージ無効腫れてますので、うわ、光7セットじゃん。やばこれ。これ、副属性まで全カンストで、はい、まずは半分まで持っていきます。で、ダメージ無効張ってる状態なので、発狂は対策可能。で、コミさん打って、覚醒無効回復。からのイルミナ打って、盤面整理。そして、シャルナーク打って、光生成していきます。はい。で、さらにここも殴っていきます。まあ、ちょっともったいないんで、無効貫2セットにしましょうか。はい、無効貫2セット入れて殴っていきます。で、耐久に関しては、こっからは回復目覚めがあるので、まあ多分大丈夫だと思います。で、そもそも、ね、ユリシャが生成あるんで、回復の。はい。で、ここもシャルナーク打ちましょう。なんかさ、僕の嫌な予感の話 していいですか？なんか発狂食らいそうじゃねこれ。ね、そんなことない？なんかめっちゃ食らいそうなんだけど。めっちゃ嫌なんだけど今コンボすんのこれ。ねこれなんかこの食らいそうな雰囲気。22.8% なんですよ。だいたい削りが。いや、もうなんか食らいそうなんだよな。これめちゃめちゃ。なので、これ別にひよってるわけじゃないですけど、一回すいません。平積みさせてください。これちょっとね、ひよってるわけじゃないですよ。でも、ま、俺こんなに耐久したのに負けたくないんだよね、正直。僕、はい、録画外で今、ね、16ターンぐらい耐久してるんで、ちょっと負けたくないんですよ。なので、一回ちょっと平積み入れます。いや、でも平積み削れてねえな。光3セット調整でも削れないかな。サルナークありの。ちょっと光3セット調整してみます。回復目覚めのおかげで、欠損も怖くないので。これで、光3セットで調整します。いや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 、もう勘弁してくださいよ。変なところで落ち込みらないんですよ。あー、もう素晴らしい素晴らしい。これ素晴らしいです、非常に。マレルがあと1ターンですね。OK、じゃああと1ターン耐久して突破狙いましょう。いや、今の調整はもう素晴らしいと言わざるを得ない。ちょっと待って。これね、盤面悪いんで、全力で組みます。回復4しかない場合はね、だいたい多分16コンボぐらい必要かな。ここはしっかり全力コンボします。はい、回復4しかない場合は、もう必ず油断せず全力コンボしましょう。あー、もうなんやねん、それ。でも、これでいい削りですね。はい、ということでラストパズル突破していきましょう。まあ、ということで、今日はですね、コミさんとシャルナークを組み合わせて使ってみる編成でした。火力自体がもう鬼高いですし、耐久力もあって、だいぶ強い編成になっております。はい。もしですね、コミさん引けた人はね、このキャラ星4、星5ですね。星5とは思えないぐらいにぶっ壊れてる性能してるんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。ということで、今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。これは絶対倒した。バイバーイ。